安楽寺城は、富山県小矢部市安楽寺にあった、日本の城である。安楽寺集落の北西にある山頂に築かれている。四角は、南北が約50メートル、東西が約40メートル。土塁や空堀はあるが、全面にあるわけではなく、その他の平坦面もほとんどない。城というよりは砦に近い規模である。原平清水器には、栗から峠の戦いの折、 よ、伝次郎ら三千基が安楽寺から金布坂を上り来た、黒坂へ向かわせたという記述がある。この栗から安楽寺、今伊する木へと続く道を北黒坂道と呼ぶが、その他にも西に、加賀国旧折へ、また北西には、加賀国あざみ谷鳥越城へと続く、国境越えの道筋があり、安楽寺が当時の交通の要所であったことを伺わせる。 城はこれらの道筋を抑える目的で築かれたと考えられる。追記年代は戦国時代前期とみられる。天文年間に付近の土豪とみられる高橋四十郎側脇という者が寄っていたが、木船城主、石黒左近将軍に攻められて野寺村で打ち死にしたという。なお、安楽寺城から野寺村へは南東に2トル、石黒氏が寄った木船城は、 東方、守護代であった湯佐氏が離れ、一向一気勢力と石黒氏が争っていたと見られる、越中国蓮沼城は南の方角となる。安楽寺城のここは西側にあり、そこから攻め込まれたとすれば、加賀方面へと逃げるのは困難であって、高橋四十郎側秋がどこへ逃げようとしていたのかは、不明である。彼の後に、松岡新左衛門が寄り、 その後、九兵衛が寄ったとされるが、彼らの蘇生については不明である。松岡新左衛門は北西にあった越中国道、坪野城の主としても名が残っている。その後、天正年間後期に、笹成政と前田利家との攻防戦において兵が入った、可能性はあるが、回収を施された形跡はない。江戸時代にはすでに放棄され、荒れ果てていたようで。 獣の住みかや田んぼとなっていた模様である。ありがとうございます。